孔子焼は南北朝時代の武将。孔子の一族で将軍、足利高氏の執事として活躍した諸直のいとこにあたる。父は孔子行。兄弟に諸冬、三古式義。室は上杉重義の妹。子に志雄。南北朝の動乱において足利忠義に仕えて、 各地を転戦した。忠義と諸直が対立した、関能の長乱においてもし秋夫子は同族である、諸直に付かず、忠義法方の将として行動を共にした。なお、諸直の勇士となっていた兄弟の諸不意は、関東において、忠義法方の上杉氏に敗れて自害している。逆王元年、延元三年に伊勢国主となり、 しばしば南朝方と戦い、神山城を落城させる。昌平六年、官能二年、兄の高氏とも対立した忠義が、北陸方面に逃れた時、千秋はこれに同行したとされるが、その後の同行は不明。この州が、官能の上乱集結後に、鎌倉久保の足利元氏に仕えていることから、千秋も許されたものと思われる。 シアが、同族の諸名オラに組みさなかった原因として、シアが、忠義配下の武将であったこと、妻の兄である、上杉茂吉が諸名に暗殺されていることのほか、講師の着流の座を諸直、諸名、ナ死体兄弟に奪われたことによる確執があった、ためとされる。室町時代前期の武将、今川貞代が表した、南太平記には、以下のような内容の記述が存在する。 鎌倉時代後期、足利家の投資家事は有力御家人の構想に巻き込まれ、不慮の死を遂げた。家時は、臨終の際、八万大菩薩に、自分の三代後の子孫に天下を取らせよと祈願し、置みを残した。この置みは、家時の執事であった、孔諸氏が預かり、南北朝期には、諸氏の孫にあたるしあの手に渡っていた。後に、 シアキはこの岩紋を忠義に見せ、簡単した忠義は岩紋を自筆で複写し、それをシアキに預け、預かった原文は自分のもとに留め置いた。これらの書状は見つかっていないため、えときが残した岩紋とシアキが所持していた書状が同一のものかは定かではないが、この話が事実ならば、シアキは足利家に伝わる書状の管理を任されるほど、 足利家中において重要な位置にいた人物であったことが伺える。仕秋の愛人であった、おさいのつぼねという女性をめぐって、細川家の武将、アイラのぶたと確執を起こしたエピソードが知られる。ありがとうございます。